ドジャース、大谷翔平投手、29が、球団から解雇された元通訳、水原一平氏、39と一緒に映る画像を23日までにインスタグラムから削除した。ただ、一枚だけ残された画像にファンから激励の声が寄せられている。水原氏をめぐっては、 21日に地元紙ロサンゼルスタイムズや米スポーツ専門チャンネル ESPN など複数のメディアが巨額の窃盗の疑いで水原氏が解雇されたと報じ、球団も認めた。ESPN によると、水原氏が連邦政府の調査を受けている南カリフォルニアのブックメーカーにギャンブルで借金を作り、大家の銀行口座から少なくとも450万ドル。 約6億8000万円が送金されたことから問題が発覚したという。水原氏は解雇前日、選手たちに私はギャンブル依存症と告白したと伝えられている。19日の取材時点では水原氏が彼、大谷は残念だったが、二度と繰り返さないように私を助けると言ったと説明した。 だが、20日に、昌平は私の借金のことは知らず、送金もしていない、と発言を撤回。大谷側の弁護士が、昌平が窃盗被害に遭ったことが判明し、当局に問題を引き渡した、との声明を出した。大谷は水原氏の問題発覚後、21日に同氏の SNS フォローを解除。 23日までに今年1月に全米野球記者協会、UA、ニューヨーク支部主催の晩餐会に出席した際のショットや、昨年8月のエンゼルス時代のトラウトとのサンショットなど、水原氏と映った画像も削除した。ただ、昨年3月の大家やダルビッシュら侍ジャパンのメンバーが集まって開かれた決起集会の画像だけは、 右奥に水原氏も写っているが消さずに残されている約1年前の投稿にもかかわらず水原氏の問題発覚以降再びファンからコメントが寄せられ一部は厳しい声もあるもののこの写真は削除したくないですよね最高の仲間たちとの思い出でしょうから大谷さんの気持ちを思うと泣けてきます仲間は最高の財産ですね 世界中のファンのみんなが今も一緒にいます。直接役に立つことはできなくてもあなたを思っています」と激励の声も複数寄せられた。